はい、伊賀です、今回はですね JJC さんで、こういうね、パワーショット V10 のレンズキャップを購入しました。以前からですねこのね使っております、これ JJC のやつですね。はい、ちょっと知識があるね、もう一個あるんですけどはい、もう装着をしあります。パワーショット V10 ね、以前はこういうねキャノンってこう作ったやつのキャップね、はい、これを使って、キャップしてたんですけども、本当にねこれねいいんですけど、こう落ちたりとかする場合もあったりとか、ガチャ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 うるさいんでね。で今回は JJC さんね、これなんかこういうのいいよって見てたので、パワーショット V10 用のねもう装着をしてあります。こういうねでこれでピッと、これでいける。だから例えばこうすぐ撮りたいなって時に外さなくても、これ回してねすぐ撮れるっていう点では外さなくていいっていうのはいいですよね。これいいですよ。ピキね、はい。で一応ね両面テープでくっつけて、いわゆるスキンシール貼った上からでも OK です。で予備のねシールがあります。はい、読みのシールもありますね。まあ、これ両面テープカッティングプロッターとかでねカッティングできるから、まあ別にいいかなと。こういうシートがあればね、はい、で全部つける必要もないと思うので、はい、非常に良くなったかなとねいう感じがしておりますけども、はい。いやー、ちょうどね、今週末ね3月9日10日と、鈴鹿2&4ということで Vlog もね撮影してくるので、でこれをね、持っておれば、もういちいちこれ外さなくてもいいっていうね。ただ注意しないといけないのは、これこのままで真っ黒のまま音だけ収録っていうことがありえるので、そこだけちょっと要注意ですけどね。はい、ということで今回は JJC さんの、型番が何、レンズキャップ、キャノンパワーショット V10 用のね、型番特にないね、 JJC レンズキャップ型番がないです。はい、ということでね、 JJ さん結構ね、JJC さんね結構こういう小物とかいっぱいこういうね出してくれてるので、これねシートとか出してくれてるので、はい、いいですね。アリエクで売ってるとは思うんですけども、アマゾンで2000円台とかだった、2400ぐらいが安くなってたので、もうこれでいいかなと。すぐ来るしね、すぐ来ました、ね、これはいいね。はい、でこのね下に、UV フィルターかな、もう一応つけられるそうですけど、 UV フィルターはいらないので、はい、いいですね。はい、これを買っちゃいました。はい、これでキャップはねあ、これも良かったんだけどね、ステッカー作ろうかね、キャノンのステッカー、ね、はい、また作ってみたいと思います。はい、ということで今回はパワーショット V10 のレンズキャップね、購入しました。ということで以上です。